はい、ガッチャンです。本格的なブートキャンプのエクササイズを始めて、今日で2日目。はい。今日、実は、大変テンション低いです。月一の腫れ物みたいな感じですかね。はい。まあ、すごいテンション低いんですけども、なんとか、予定しているメニューをこなしてます。で、最近は、昨日からね、エクソサイズのブートキャンププログラムを、だいたい3、40分、30分ぐらいかな、やってから、ぴょんぴょんエクソサイズと、を3セット、3分3セットやってるんですが、まあ、昨日からね、まあ、急に始めたので、まずね、ジャンプが、体がついていかなくて、大きく揺らしてるのが、いっぱいいっぱいって感じかな。そう、でも後半バッてるかもしんない。まあ、時計もね、今ここに出てるのしかないので、ちょっと中途半端な時間になるかもしれませんが、今日もやっていきます。まあ、そんなわけで、今日は、XM3 を飲み始めてから30日目、30日目、30日目、30日目。はい。で、ダイエットの動画を撮り始めて20日目です。はい。ここ1ヶ月の成果としてはですね、体が、まあ、大体10キロぐらい折ってるので、まあ、体が軽くなったは軽くなったんですけども、それ以上にね、全体のお肉が柔らかくなったかな。はい。そして柔らかくなって、そうですね、まあ食べる量はぐっと減りました。あとですね、そうだな、ダイエットしようっていう意識が強くなったかな。はい。まあ、今日のブログに書いてたんですけども、私ね、全然ダイエット興味ないんですよ。興味なかったというか、今これもダイエットっていうよりも、モルモットだと思ってやってます。XM3 がどのように効果があるかっていうのを皆さんにお知らせしたい一心でやってます。まあ、そんなわけでね、ダイエットというほどダイエットの意識はないんですけども、まあ、なんとか皆様に、XM3 を飲みながら、こうやって落ちましたよっていうような成功報告を期待したいと思って頑張ってます。まあ、そんなわけで、今日も、ぴょんぴょんエクササイズを3分間やっていきますが、今だいたいね、スマホの時計が2分20、2分26、7、8。まあ、そんなわけで、やっていきましょうかね。はい、せーの、スタート。そう。いや、もうね、今日は足が重たいわ。はい。そう。すごい重たい。そこで、まあ、XM3 というか、まあ、ダイエットとか、XM3 を始めた経緯をお話ししようかな。はい。ですね。はい。ロサンゼルスの私の友達から、その前に、しね、人にダイエットしてって言われるほど嫌なもんないんですよ。もう大嫌い。そう。で、特にね、家族とかに、ちょっと痩せた方がいいよとか言われると、とかね、あんまり知らない人に、ちょっとガッチャ痩せた方がいいよとか言われると、もうキーンみたいな、キーンみたいな感じで、もうね、すごい、ムカつくの。そう。だってね、そりゃそうだよ。太ってていいことは、遠くから見てもすぐ私を見分けてくれるぐらいしかないし、まあ、キャラクターが立ってるぐらいなもんで、撮ってて、いいことは、ぶっちゃけ、何もないです。そう。まあね、洋服は高いし、そう、お腹減ってなくても、もりもり食べちゃうので、まあなんかね、無駄に食費使ってる気がするし、そう、太ってていいこと、ある人います？ないでしょ？そう、私だってわかるよ。ダイエットした方がいいのぐらい、わかるよ。でも、ダイエットしなさいって言われるのが、とにかく嫌だ。嫌なの。嫌なの。うん。だから、そう、ダイエットして、やった方がいいよって言われても、知らないっていう顔をしてた。そう。でもね、そんな時に、そう、ロサンゼルスの友達から、そう、ダイエットサブスクのモニターやってみないっていう話が来たのよ。そう。それは興味あるのね。そう。そう。まあ、ダイエットサプリに興味があったっていうわけでもないけども。そう。わざわざね、私に声かけてくれたっていうのが嬉しいじゃん。そう。そんなわけで、最初、7日分と、他のサプリも入れて全部で10日分だったかな。を、XM3 とスーパーミックスを混ぜて、ダイエット始めました。そう、そんなわけでね、その10日ぐらいでね、毎日動画、そこね、LINE グループがあるんですけど、しね、LINE グループにこまごま乗っけてるのが嫌いなのよ、正直。
と、で、みんな、コメントくれるじゃない？嬉しいの。でもね、私ね、コメントの対応とかしてるのも、正直、めんどくさくて、と、それで、そう、動画撮って、こんなだよ、こんなだよっていう風に載せたね。まあ、それが受けてさ、と、ぜひ継続的にやりませんかってお話になり、まあ、それで、自分でね、XM3 を使って始めました。で、まあ、始めてから20日目なんですけども、何度も言ったかな、だいたい1ヶ月で10キロぐらい折ってますね。180日間で30キロなんで、まあ、だいたいね、あと25キロ、7キロぐらいです。はい。で、なんだっけ、180日で30キロって言ってるんだけど、目標体重が80で、体重始めた時、117ぐらい、117、8ぐらいあったんで、それを考えると、ぶっちゃけ、何キロぐらい？35キロから40キロ近くのダイエットのチャレンジしてます。はい、そんなわけでですね、なんだ、そう、超えてる？あ、そう、超えてますね。まあ、いっか。と、今日は他の動画ちょっと、手抜き気味で。はい。まあ、そんなわけでですね、なんだ、実質40キロの、ダイエットにチャレンジします。まあね、今のペースだと最短。まあ、最短はやめよう。そう、なんとかね、なんとか、180日間達成した時には、180キロを2にしたいと思います。んで、180キロって言うと、私はね、中学卒業したくらいの体重ですね。はい。で、70キロって言うと、まあ、高校、中学時代。まあ、ここまで、よく言って70キロまで落とせたらね、私ね、そう、どうするんだろう、これから。そんなわけで、はい。まあ、なんとか、3分間継続できましたが、3分、5分くらいやってるね。まあ、いっか。はい。まあ、そんなわけで、XM3 スーパーミックス。はい。どちらも、小売り販売もしてます。で、そう、サンプル。あのね、体質に合う合わないって多少あるみたいですよ。はい。私はぴったりだったけど、合う合わない人いるみたいです。で、飲んで1日2日でもう結果で、合うか合わないかって結果出るみたいなので、ぜひ、いきなり買ってみようっていうわけではなく、どうぞサンプル試してみてください。はい。サンプル試してみて、これいいなと思ったら、継続して使っていただければいいと思ってます。まあ、そんなわけで、そう、今日は若干テンション低めな、ガッチャンでした。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。